逃走中。逃走中。はい、逃走中です。ついに行きましたね。ついに行きました。逃走中、はい、有名ですので、逃走中は僕が、今でこそすごいコンテンツですけど、なんか CSBS 地上波っていう段階を組んでて、で、それを考えた元フジテレビの人がいて、はい、で、その人がこうやって立ち上げてたっていう。で、僕は BS から混ぜてもらったんですよ、ね。なんで印象的に残ってるかというと、すごく緻密な計算が行われてるシステムで、タイムプレッシャーっていう、何分で何をして何をしろっていう、はいはいはい、僕が混ぜてもらった時にすげえなこのチームと思ったんですよ。あの緻密とかも狙いとかも含めて、計算がすごくて、あれバラエティってこんな計算すんだみたいな。なるほど。だからもうちょっと僕がどっちかというとバラエティワッキャしてるなんかゴリゴリな感じだったから、おお、これ僕結構通用しますかって思いながら、でも現場で一緒にあの走ってる担当だったんで、まあその人ちゃんと練習してみたいな、はい、だけどそれってあれってすごいの、本当に60分で何々しろだけど、本当に60分だから、あれ本当にもう60分でおしまいなんですか。終わりです、終わりです。お前だからなんだろう、リアルタイムな感じですもんね。そうです。なんかミッションに仕掛けて何するとかっていうのも、その先にあれ A さんと B さんで協力した何かがあるけど、それを協力したらその先にこの物語を引き継ぐと、さその先に何があるみたいなっていう物語を計算しながら現場で演奏し一緒に走ってって、どうするんですかね、この人の思いとかも含めて作っていくから、引き出すコメントも含めて、その関係性も含めて、その先に行く物語も含めて、その一つのこの担当した人の物語を60分間、まあ途中で捕まっちゃったらしょうがないですけど、はい、を作るっていう作業だなと思って。なるほど。なんすかこれって。で計算されて、この先に僕たちミッションは知ってるわけで、はい、そこに向かっていく、ここでこうするとこうなんだよな、どうすんだろうこの人みたいな、そこもさ、こっちやめてこっち行ってくださいっていうの簡単なんですよ。だけどそれってもう、まあ、言葉あれですけど、ね、その人の思いじゃないし、下手したらやらせにもなっちゃうし、そういうことじゃなくて、この人の思いとその先に行く物語を計算しながらやるっていうのはすごく経験、ディレクター経験値としては高かったですね。でその特番が実は23時夜の11時にレギュラーになるんですよ、はい、でそこはクロノスっていう時のギリシャの時の神がいて、はい、その名前を司ってるんですけど、まあ、逃走中自体はクロノス社っていうところが作ってるって設定なんですけど、でそこに混ぜてもらった時に、はい、ちょっと待って、そこの本編っていうかその編集をさせてもらうところに混ぜてもらったんですよ、はい、メンバリングさせてもらって編集するところ、はい、だからその30分責任を持つ係ですね。へー。で今までは現場で走って あれだこれやってましたっていう感じだったんですけど、うん、30分責任を持つ係、はい、まずい、まずい、うん、まずい理由は、うん、そんな緻密な人たちと僕は戦えるのか混ぜてもらってめっちゃありがたいんですけどみたいな。戦い方全然違いますもんね。はい、なんで大丈夫かな。だからなんかドキュメンタリーをもうほぼ生放送みたいな感覚でやるみたいな、はい、とかだからもう計算、そのいろんな印象も含めて計算している中で、うん、果たして対応できるんだろうかと思いながら、うん、でも僕はそのバラエティー班として呼ばれたと思ってたから、本当にスイッチ一つとってもプロのスイッチ、まあダジャレですよね、はい、黒のスイッチみたいなとかっていうダジャレ要素入れて、もうちょっと楽しい感じにはして、それはまあ番組テイスト合うかはちょっとそこでずっとすり合わせさせてもらってっていうのはやらせてもらったんで、でもそれはいい経験っていうか、ディレクターとしても成績が上がったなっていうのはありましたね、はい。じゃあその番組作りに緻密な計算が加わったっていうのがその大きなポイントなんですね、はい、そうなんです。かなりその実験的な番組でもありますよね。あ、と思いましたね。だからそこに混ぜていただいたのは感謝であり、勝手に自分の蓄えになって、あの番組の特殊性ってちょっとなんかあまりに特殊だと思うんですよ、はい、普通で言えばその司会者がいて誰かがトークしてそこで笑いが生まれるみたいな、そういうバラエティーとは全然違う、別になんかこう誰かが司会者回すんでもなく逃げるっていう、それを追いかけてバラエティのね楽しさにするっていう、そういう仕掛けってもすごいですよね。多分その巡り合わせとそれに参加させてもらって自分の色を出すっていうのがなんかチャレンジでもあったかなって思いましたね。だからただまあでまた光栄ですって終わんないようにしようかなって思います、はい、でもその考えた企画者の一つ、その後もう一回実験的な番組をやることなんですけど、それは恋愛リアリティショーで 3LDK っていう、はい、愛か金かっていう欲の究極なところを恋愛リアリティショーで描くっていう、へー、でそこにも呼んでもらえたんです。あ、でなるほど。そう、そこの企画プロデュースと、アシスタントやってた人がそのチーム組んで、で僕もそこに呼んでいただいて、なるほど。でそこに僕がその後いろんな仕事をするチームを呼んで、そのミックスさせられたのもその番組のきっかけだし、その後レンリアで 3LDK をやらせてもらったのも感謝だし、そのチームを呼べて一緒にできたのも感謝だしっていうので、そこのところになってます。なるほど、すごいですね。そういうその緻密な設計がそのバラエティを作るっていうことがこれで身についたっていうことなんですね。はい、うん、そうです。素晴らしい。ありがとうございます。これが第2位ですね。2位です、はい、では、はい、人生を変えた番組第1位。第1位はですね、はい、超特急の取れ高足りてますか、うん、超特急サーダストの今人気
チームなんですけど、うんうんうん、それも今僕はそこは離れちゃってるんですけど、はい、それの立ち上げもからやらせてもらって、はい、でそれが立ち上げからもう何個 もう今までも番組やらせてもらってるんですけど、うんまあ、そこでなんで今1位なのかっていうのは、はい、それはあの今まで個人的なものを世間的な局的なものを、はい、あとチーム的なものみたいなのがあったんですけど、うん、これが何がなんで1位かっていうと、はい、今僕がプロデュースもやって総合演出もやってるってところに行く根幹にある番組で、だからステージが上がったというか、うん、フェーズが上がったというか、うん、その感じなんですけど、それは、タレントを育てる、うんうん、超特急がまだこれから行くぞってもう売れてたんですけど、これから行くぞバラエティまだ呼ばれてないし、今すごく呼ばれてます。そのためにその番組で研修するというか、クイズ番組出たらここらおもろいよ、こういうするべきだ、何々出た時にはこれするべきだみたいなっていうのをいろいろ積んでるタレントさんとか芸人さん呼んで、お前この方がいいんちゃうかとかっていうのをアドバイスをもらうっていう番組をにまでのわたんですよ。で、もともとベース超特急でなんかやるっていうところもあって、そこに僕たちも提出とか立てさせていただいて、うん、で局のプロデューサーと一緒にここの方がいいんちゃうんとかっていうのをライブやらせてもらってっていうのをやった。でそれが、まあ、初時がどんどんやってて、今でも、うん、あの勉強したあの番組出てんじゃんって僕はニヤニヤしてるんですけど。へえ、いつ頃の話ですか。でもそれ2年ぐらい前ですか。3年ぐらい前かな、ちょうどで、ね、もうちょっとかな。でもそれで、まあ、去年今年抜けたんですけど、うん、でもそこで何でも今のプロデュースの今回があるかっていうと、そこに、はい、ディレクターも若いディレクターを入れたんですよ、うん、でそこに僕のアザキイズムとか僕の演出の遺伝子を残そうと思って、もう言い方もうおこがましいですけど、でその若いディレクター入れて、そいつもこのコーナーええんちゃうみたいなっていうのをパックで。それはすごいですね。だから演出者の方もそうだし、うん、スタッフもそうだし、うん、まあその時はプロデュースやってないので、はい、プロデュースのことはプロデューサーにやっていただいて、はい、そのスタッフを育てるタレントも育っていくのを見守らせていただくみたいな。じゃあもう足立さんが最初に言われたあのバラエの人生みたいな番組作りを経験を積んで、もう二十数年積んだ足立さんが企画して、そうですね、だからスタッフも育てタレントもいる、だからそこのハイブリッドというか両方が上がっていくのを一緒に見れる、演出できる、遺伝子を起こせるっていうので1位ですね。まあそれ続けてればいいんですけど、まあ、続けてないんですけど、うん、まあ、別の番組でその同じことは実現体感をしてるんで、それはいいかなと思っております。それって番組が立ち上がった時に、あ、これ育成に向いてるなみたいな風に思われたんですか。あ、思いました。局の人もそのチャレンジ精神で終わったから、はい、あ、これチャレンジできるんだったら僕あの頃の二十何年前のこれを絶対誰かにやらせるべきだと思ったしっていう。あ、なんか元々そういうのやりたいなと思ってらっしゃったんですね。そのタレントの育成でもあって、うん、スタッフの育成でもあるような場を作りたいと思ってて、うん、それが来たからこれだってなったんですね。でも僕は多分それずっと先輩たちにさせていただいたので、それを業界にきっとどこかで恩返しをしなくちゃいけないと思います。多分先人たちに学んだことは先人たちの代わりに僕は後続に教えていかなくちゃいけないと思っていて、いや素晴らしいですね。今までそれで心がけたんですけど、具体で番組でこうだねって言えるのが出てきたので、はい、うん、ちょっとお兄ちゃんになったので、はい、僕の影響力でパックで、っていうのがいくつも出てきたんで、じゃあこれはやるしかないと思ってやりますって、それをやっぱりアホなふりしてどんどん言うアホなふりしてどんどん言うですね。実際、はい、その番組作る時に育成なんかやってる場合じゃないよっていういっぱいいっぱいの番組もあると思うんですよ、はい、そういう番組とそういう育成を軸にした番組だと何が違うんですか。うん、みんなの気持ちの持っていき方と達成する目標に何があるかですよね。だからまあ期間とかもろもろもありますけど、そのチャレンジした方が面白いとかで、はい、今って別に歴があるから面白いではないと僕思ってて、確かに、うん、別に中学生だろうか高校生だろうかおもろいやつはおもろくて、映像作品撮っててね、別に若くても素敵な映像撮るだろうし、テレビってことで言うとね、まあ歌うのももちろんそうですけど、別に高校生でショートだし、はい、もうじいちゃんだろうがしょぼかったりする、はい、ですね。うん、だからそれのハイブリッドというか、混ぜをちゃんとできる土壌を持たせてくれるかどうか。なるほどなるほど。でももう期間がもうあと1週間で作れみたいな、あと1ヶ月けないで作れみたいな、コンサルの天才って番組がそうだったんですよそうですね、1ヶ月もない中で、そうなんです。あ、なるほど、そっちバージョンだったんですね。育成どころじゃない。でもそれはあそこに集めたチームは、はい、僕が今までその育成したという育成っていう言葉ですけど、集めたチーム、信頼できるチーム、皆さんすごかったんで、いやそれはね、コンサルの天才さんたちがすごかったんです本当に。いや役がスリスリとありがとうございます。でもそのチーム、うん、共通言語はいらないんですよね。改めてごめん、これでさとかいらない、うんうん、もうすでにこれぐらい、私さんこれ好きなんですよとこうやりたいんでしょ、うん、みたいなことを挙げてきたけど、それで、それは別に、だからそういう短い時のはそういうチームを組みますよね。なるほど。その番組作りって本当にあのどういう目的を持った番組なのかっていうのがものすごい大事なんですね、はいはい、そうですね。だから明確にこうやりたいっていうのを言う、だからそこの、まあ、僕よく旗立てって言いますけど、旗に向かっていく、
っていう、なんかちっちゃくて便利なのかと思って、とりあえず分かんないけどでかいのされました、とりあえずあそこ目指してけ、はあ、いいなっつって。でも本当にそれによって、まあ、じゃあこうじゃなくちゃダメだっていうのも簡単なんですよ。はい、まあ、そういう人たちも天才ですよ。はあ、そういうことは、いろいろ名だたる人たち、うん、もうじゃあもう私としゃるがいいんだったら、そうしゃあないなって、だったらそこにみんな行くわみたいな感じ、うん、でもない僕みたいにこんなペーペーっていうか、いろんな感じのだったら、もうできる旗とりあえず立てて、あそこ行くぞっつって、行くぞっつって。うん、いいですね、誰かさっき言っても何しても。だけどバラエティーとかって、なんかロケとかって、その急に雨ってきちゃいました、飛行機飛びません、なんかよくあるから、その時はそれ帰ればいいんですよ。最初で高校生でもっと盛ることができた、だったらコース変えましょう、なるほど、帰れないんですよ。なるほど、それはあそこに旗立ったけど、ちょっとずらしました、いいです、ずらしましょう、戻しましょう、どうしましょうっていうのをみんなでやっていけないんですよ、なの。とりあえずできる旗の目標があることが大事かなっていう。はい、ちょっとかっこいいこと言ってますよ。いやでもすごくね、今回その5つの番組挙げていただいたんですけども、はいはいはい、私がすごく感じたのは、はい、それまさに旗っておっしゃったんですけど、うんうんうん、この番組を通して何を実現したいかというのが、うんうん、様々あるんだなと、うんうん、なんかこう単純にこう素人目線では、うんうん、面白くせばいいみたいに思ってたんですけど、うんうん、そこの狙いの中にはその若手の育成とか、うんうん、このタレントを売り出してあげようとか、うんうん、番組をこう曲を立ち上げようとか、閉じようとか、うんうん、逃走中みたいに全く新しい笑いを生み出そうとか、いろんな意図を持った番組があって、うんうん、その意図に応じて、これはあの足立さんが企画を出されるんですか、なんかこう企画出すこともありますし、はい、これを演出してくれとかいうのも両方あります。そういうそのいろんな狙いに応じて、まあ人を調整して、うん、そう一つの形にするっていうのが足立さんのやってらっしゃるお仕事なんだなっていうのがすごく感じましたね。そうです、そうです。一般のビジネスでもですね、はい、例えば飲食店であれば、うん、お店を一個作るにあたっても、うん、もうどういう人たちにどういう価値を与えたいかっていうコンセプトがあって、うん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 、それに応じても店作りもスタッフィング も全部変わるじゃないですか、うんうん、結構それとはなんか近いものが番組制作でもあるんだなっていうのをなんかすごく思いました ね、うん、スタッフリングするにしても番組の、はい、何にするにしても、ね、番組の内容を決めるのがメニュー決めだったりとか、はい、サーファイチだったらサーファイチとか、確かに確かにっていうことかもしれないですね、はい、いやすごい近いところがあるんですね、うんめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。そう言っていただけると助かります。その今お話しされた中にもかなり組まれているんですけど、はい、番組作りにおけるチーム作りって、はい、まあ、どうあるべきなのかみたいなところなんですけど、はいはい、こういう番組を立ち上げてその番組の意図を果たしていくには、はい、どんなリーダーが求められるんでしょうね。どんなリーダーが求められるか、はい、なんだろう。だからさっき次前に言いましたけど誰かが手に入れないんですよ。その話ですね、うん、ポンコツはポンコツの魅力があって、その人がいるから現場が楽しくなるとか、はい、なんか何かきっと輝くことがあるんですよ、全てに人は。はい、全て全部いいことしかないんで、みんな悪いとこ見なきゃいけないですよ。いやそういう人間観のリーダーの方がいらっしゃるとチームとしてはすごいやりやすいですよね、はい、そうですね、みんながね面白い方に向かっていけばいい、はいはい、みんなが誰かが点取ればいいんだっていうスタンスでいたら、うんうんうん、だからいいものができそうですね、うんうん、結構ですね、はい、その番組って個性の強い人が集まるイメージが僕にはあるんですけど、はい、特にプロデューサーディレクターの方とか、こんな番組にしたいとか、うん、こういうふうにいろいろこう要望言ってきたりする、はい、そういう意味ではこう主張の強い人たちを束ねる必要があるのかなっていう気がするんですけど、ありますね。どうなんですかね、はい、まあバラエティーなんか特に個性がありすぎるやつらがいるなっていう、それはそういうイメージありますね、はいはいはい、で逆にそのね次もトップダウンの人がいるんだったらそこのイズムでダって進んでいけばいいんですけど、はい、じゃない人たちはもう個性を集めた方が僕はよりいいなと思っていて、はいはい、それは化学反応もちろん生まれるんですけど、でも出しすぎるとぶつかるじゃないですか。でももう間違いなくそうですよね。でぶつかったらぶつかってその出さなくなるじゃないですか。そうですよね。いやもうめちゃめちゃわかります。ですよね。どのまあ、テレビじゃなくてもどの業界でもどの、ね、何人でも一緒かもしれないですけど、でも僕はそれをどんだけ出させてどんだけぶつけさせるかを実は心がけてて、おおすごい。はい、です。それのために何が必要かっていうと、はい、僕がたまに何回か言ってますけど、収録のフロアとかをよくやってるので、はい、そこで空間把握能力が僕たけてるって自分で勝手に言ってるんですけど、その空間で誰を伸ばしてどんなになるみたいな、じゃあここだとぶつけた方が面白いんちゃうみたいなとかっていうのを日頃からよく考えてて、この会議このプロジェクトでどうしたらねっていうのを考えて、だから A さんがすげえ芸人が好き、 B さんゲームが好き、はい、C さんクイズが好き、はい、じゃあ芸人が話でずっとさせます、とりあえず気持ちよくさせます、だけどでもそれクイズにしたらどうなるのみたいな、そしたら B さんが発言、なるほど、それゲームにしたらどうするのみたいな、また B さん C さんが発言する、だからちょっとずつ気持ちよくさせて、うん、面白いことを言い切りました、はい、じゃあそのいいとこ取る、うん、いい悪いバランス取る、だからそれがあの総合演出やってプロデューサーかなと思ってるのは、そのバランス力です、バランサーっていうかその間を取るのがいいかなと思って
て、で番組のテイストに合わんかったらごめんやでなるわけです。まあまあまず、うん、オンエアとしてはカットすると、うんはいうんうん、だからそれが別にディレクターだろうかプロデューサーだろうか AD だろうが AP だろうが何だろうがいいです。あの奥さんの意見聞いてきたんだけどその奥さんの話でもいいんです別に。で面白いことが合わさればいいし、でもごめんやでっていう時は後でフォローアップすればいいです。だからでも何がダメだ下のことが得意なんでこれがダメだったかって面白くないからだよっていうのが簡単です多分。じゃなくてごめん、ね、これとこれがこうやったから今回違うでとかっていうのを みんなに僕はわざと言うようにしてるんですよ。でもそれは別にちゃんと褒めるし何するしっていう、はい、だからその個性をもう全部僕わざと出し切る、で出し切ってもその刈り取りとまとめが大変ですけど、はい、でそれは別に才能がぶつかり合うことなんで何でも僕が苦ではなくて、だからそのアシスタントグラナーも全部出させるってことが僕の中の役目とバランスを取るっていうのが東郷さんの役目かなと思ってます。足立さんすごすぎますなんかですね、うん、最高の組織って一人一人が主体的な組織だと思うんですよ、はいはいはい、で主張を押し殺すんでもなく我慢するんでもなく全部出せる、うんうんうん、で出してぶつかることを恐れずに、うんうん、そうやってぶつけ合うことによって、うんうん、その強いチームになっていくっていうプロセス自体が、うんうんはい、私がやっていきたいことなんですよね。あらそれをまさに実現されてるから私やってます。いやすごいですね。でもこれも今までの出会いと、はい、このチャンスをくれた人たちに感謝と業界に恩返ししたいっていうかっこいいこと言いますけど、で試させてもらってるっていうことはもうラッキーであるしですです。プロデューサーとか演出家っていうと、うん、なんか俺の思った通りにやれみたいな、うんまあ、そういうタイプもいらっしゃると思うんですけど、うんうん、私はそうじゃなくて、うんうん、面白いものはみんなの中にある、うん、その中にあるものをもう存分に出させて、うんうん、でもしっちゃかめっちゃかになりそうなところを、うん、風呂敷を広げるだけ広げて、うんうん、畳むのは俺の仕事だみたいな、うんうんうんまあ、そういうスタンスやられてますよね、うん、畳むのは僕の仕事です。かっこいいですね。いや素晴らしすぎますね。過去の成功体験の焼き直しじゃなくて、うん、全く新しいチャレンジでもそれ僕やりますとかですね、うん、でこれやってみなよっていう風に促してるかとかっていうと、うん、やっぱできてないところ多いと思うんですよね、うんうんうん、それやられてたっていうのは本当に、まあ、そういう人が評価されるっていうのはそうなんでしょうね。ですかね、うん、僕は今評価されてるかどうか分かんないですよ。これ評価されてないかもしれないこの可能性を残すげえ言ってるけどこれはい、ちょっとだけ評価されてないと思ってる。いやいや言うだけ言うってされてると思います。これがアホになるってこと。いや素晴らしい、はい、アホになる、いいですね、じゃあですねそんなですね数々の名番組を担当して、はい、世の中でですねその多くのファンを作ってきた足立さんにぜひアドバイスいただきたいんですけども。アドバイス、はい、はい、今その私自身ですね、まあ、YouTube チャンネルでですね、はい、こうやってこう活動していて、はい、自分自身をどうプロモーションしたらいいかとか、はい、番組のチャンネル自体をどう良くしていくかみたいなところを考えているわけなんですけども、はいはいはい、そのコンサルの天才をちょっと見ていただいてですね、はい、まあ、取材もしていただいたわけなんですけど、はい、その今後どう伸ばしていったらいいかみたいなところで、はい、まあ、自分の強みみたいなところも、うんうん、テレビの観点で見たらどうかっていうのもありますので、うんうんうん、そういう意味では、まあ、どこをどう伸ばしたらいいかとかですね、それのアドバイスぜひいただけたらなと思うんですけど、いかがでしょう。高橋社長は言葉の魔術師だと僕思ってて、なんか言うことが多分引っかかって気持ちよく引っ張ってってもらえる、はい、いい意味でも人たらしなんですよね、ロケ投稿させてもらったじゃないですか、コンサルしてる会社さんたちに僕行かせてもらって、はい、そのインタビューさせてもらった時の、なんすか先方の高橋社長に会った時の目の輝きが違って多分現場で僕言ったんですけど、ずっとニヤニヤしてたわけですよ。ニヤニヤされてました、ね、でしょ。でもそれは高橋社長のイズムとか共通言語を使うとか、なんだろう、その未来を見るとかっていう話を、それをそのまま同じことを言ってたんです。なるほど。でその後にコンサルしてもらって、みんなの意識変わりました。こんなすぐ言うのこれと思って、それはね魔術にかかってるわけですよ。はあ、と思いました。テレビのワイドショーのコメンテーターとか、はい、いいんじゃないかなと思っていて、はい、ね、あと飲食とかも結構詳しい方ですが、その辺の子とかでもいいかなと思って、はい、いやもうぜひやりたいですね、はい、これ僕みんなに言ってますから。おこれ見てる人はテレビ関係者、これ今が買い時なんですよ。買い時先取りと思いますね。なら、言葉の魔術師だから全部褒めてくれるしこれ多分コンサルを受けてらっしゃる方々みんな感じているかもしれないですけど、はい、僕取材をさせていただいて何が良かったかっていうと、気持ちは良かったんです。気持ち良かった、おー、どういうことでしょう。これは、はい、僕の言った発言をなるほどなるほど、多分番組を見ていただければいいなんですけど、なるほどなるほど必ず一回バチッと受けてくれる。あー、なるほどなるほどって言っちゃいますねでもこれを実は伸ばしてほしいなと思っていて、これキーワードをわざとやらなくてもなるほどって言ったら、こっちもそうなんですよ、そうなんですよ。で先にだから僕が会議でなんかいろんなこと発言ね出させるっていうことに結構すごくやっぱり近くて、そうですよね、そうですよ、チーム D ですね、そうチーム D なんですよ僕ね、チーム D ですね、入れていただいてでもなんでその気持ちよさっていうのが体感をしてほしいなっていうのは、うん、
思います。なるほど。だからまあ多分一人でやってるチャンネルもね、はい、プログラムもあるんですか。ほぼほぼ一人で喋ってるので、ね。で、こうやってたまに僕も呼んでもらったんですけど、その二人でやって、うん、こっちが何を言うとか、で、うんうんっていうその感じを体感できるようなプログラムもあっていいんじゃないかなと思いました。はあ。はい。だからコンサルの体感ですよね。だからあの実はあの番組で、はい、実はスタジオに皆さんいらしていただいた時に編集で気をつけたことが1個だけあって、はい、それは高社長とかがコンサルをしてくれてアドバイスコンサルを、はい、出演者に、はい、でその時は2画面にしたんですよ。あワンショットワンショットじゃなくてちゃんと言ってる、はい、高社長言ってる、うん、言われてる友人にっていう風にしたんですよ。なるほどね。そしたら対面でちゃんと言ってる言われてるっていう。いや確かにそうでした。そうなんです。あれはコンサルの疑似体験をみんなに見せたかったんです。それを YouTube チャンネルでもやったら僕素敵かなと思って。わーすごい編集みたいなテレビなこと言っちゃった。いやめっちゃ勉強になりますねそう僕見ててあーなんかなんかディレクターは本当にもう素敵な編集してくれて何がコンサルっぽいのかなって何がもってなんかもう素敵なんだなと思ったら多分その画面構成だったりとかして、それであの今ねあのこの中でこうやって2面は入ってますけど、そうじゃなくて意図的にそっちをしたっていう、うん、っていうのをぜひ体感するプログラムがあったら多分いいなって僕はあ取材をさせてもらって思いました。気持ちよくなってほしいみんなに。あそこなんですね。だ、うん、もちろん一人でバチっていうあのパターンと別のパターンってことですね、はいはいはい、その疑似体験をぜひあと思いました。確かにですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、宣伝なんかこうそのせっかくなんでですね宣伝今度こんなんやりますとかそういうのがあれば、このね、今回出させていただいたというか、はい、コンサルの天才のチームでやらせてもらってる MX テレビの一番研究所っていう、あカニング竹山君と元乃木坂の子たちがやってる企業を研究してる、一番を研究、一番目指してるっていうのはやってます。はい、それもまあそれ見てほしいのと、それもまあビジネス系でめちゃくちゃ面白いです。ビジネスかけるバラエティですね、はい、それも実験番組なんで、うん、むちゃむちゃ面白いと思うんですよ。自分で言うのもあれなんですけど、ならビジネスのいろんな会社を切ってるからですよね。放送時間とかは土曜日2週目4週目ですかね、土曜日19時です、うん、19時で、はいはい、あとは東京 MX やってるんですけど、僕ら的には理想の落語僕楽って言うんですけど、うん、これは声優さんのわけです。声優かける落語、はい、まあタイトルですね、かける BL ボーイズラブですか。はいそうです。はいはいはいが当たってます。渋滞してます。渋滞してますよね。はい、でも声優と BL はすごい相性のいい掛け合わせですもんね。なんですか。落語入っちゃってます。落語入ってるの。これの元々ある古典落語を妄想したらこうなりますよみたいな。気になりますね。気になりますよね。これそのうち DVD もなってイベントもやろうかなって。まあ、結構話題沸騰中なんで。でもあれですよね。落語っていうのは まあ、ある意味音声で聞いてもいいメディアというかですね、はい、テーマじゃないですか。はい、その落語をその声優の方がやる。でボーイズラブのある種萌え要素もあるっていうような、はい、いい声で燃えながら落語で面白いみたいなところなんですか、はい、それはなんか良さそうですね、うん、これはまあ2人で掛け合ってるんですけど、掛け合い落語って珍しい形なんですけど、まあ、それやってでもテレビなんで、はい、その妄想の絵とか気になりますよね、はい、ボイズラブ要素、はい、ありますよね、はい、そこちょっとだけ入ってきちゃうんですよね、インサートとして。それは 2.5 次元の俳優やってます。渋滞してます。めっちゃ面白いです。ああなるほど。あとは桜学院オープンレック、まあ、メディア違いますけどオープンレックの桜学院のフレッシュマンデーとやっていて、それはもう今年10周年で今年閉じるんですよ、その桜学院が。そのラストイヤーに僕も混ぜてもらって、はい、さっきね閉局と開局とかそういういろんなタイミングで混ぜてもらって、今回はすごいなと思って、そこもあと何ヶ月か駆け抜けるんで、それもぜひ。はい、わかりました。今おっしゃっていただいた番組は全て概要欄で見るようにしたいと思いますので、なのでですね、こんな形で、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。番組作りから学ぶ組織作りということで大変学びがあったかなと思います。さあいかがでしたでしょうか。対談をご覧いただいたんですけども、いろいろ学びがあったんじゃないかと思うんですね。今回ご発表いただいた人生を変えた番組のトップ5、これ面白かったですよね。もう最初に参加したのがバラ色の人生ということでですね、これ島田紳助さんが MC をやられている番組で、ここはですね実は育成をするような番組だったと。もう若手の AP さん AD さんが集まってですね、経験を積ませてですね育てようとする土壌があった。そして番組自体もですね、もう大ヒットを記録するような番組に育ったっていうですね、こう育成する番組、ここで人生をスタートさせて、そしてですね浪川大輔さんのやばい楽しくなってきちゃったヤバ太郎ですよね。これはですね実際対談の後実際 DVD を買って見てみたんですけども、もうめちゃくちゃ面白いです。
ね、あのこの浪川大輔さんという人がもういじられるのすごい上手なんですよね。でそれにですね、どういうふりをしたらいいかっていうことを悩みながらやってたっていう、その悩みながらやってたのが分かんないぐらいですね、非常に巧妙に上手に作られていました。でこういうですね、もう声優の方と絡むとか、新しいそのスタイルっていうことをチャレンジしてですね、でテレビ局の開局とですね、その閉局を同時にやられたりとか、逃走中という実験番組、これをですね、やることによって恋愛シミュレーションですね、恋愛リアリティショーみたいなことも、チャレンジされたということで、こう仕掛けをするけどもドキュメンタリーとバラエティのですね、中間みたいな、まあ、そんなチャレンジしたりとか、そしてですね、今直近では超特急のトレーダーが足りてますかということなんですけども、もう一番最初に入ったですね、番組が人を育てる番組だったということで、そういう番組いつかやりたいということで、この超特急自体もですね、育ちますし、そこでですね、自分の信頼する仲間を入れて育成するための番組をやりたかったっていうですね、まあ、そういうお話をいただいたんですよね。で今回の学びなんですけども、やはりですね、足立さんの姿勢として新しい形に挑戦するという姿勢を常に持ってるんですよね。今もまだ挑戦中でですね、もう30年のキャリアがあってもですね、踏んずり返ることなく新しい形に挑戦し続けていてですね、なので今回あのコンサルの天才という番組を撮るのもですね、大変丁寧にヒアリングしていただいて、コンサルの世界を知りたい、そんな風にですね言ってくださったりとか、この新しい世界に挑戦するという姿勢、これはですね、もう全員が学ぶべき姿勢だと思うんですよね。2つ目はですね、誰かが点を取ればいいという姿勢ですよね。足立さんですね、サッカー部の主将をされてたことだけあってですね、サッカーで言えば番組はですね、俺が点を決める、俺の思い通りにするというゲームメイクではなくて、誰かが決めてくれさえすればいいんだ、この姿勢なんですけども、結構ですね、チーム作りをしようとすると個性を潰そうとするですね、そういう動きでついしてしまいがちだと思うんですね。ですね、特にテレビ番組なんて言ったらみんな個性強いですよね。タレントも主張が強いし、もうあのディレクターもですね、プロデューサーもみんな主張が強い。そんな中でその個性を引き出しまくる、どんどん出して出してテーブルに乗っけて、あとは編集で何とかするっていうですね、こういうスタイルのチーム作りをしてるっていう素晴らしいことだと思うんですよね。だからですね、結構リーダーをやってると、うちのチーム本当に我が強くて、もう全くまとまんない、そういうふうになることよくあると思うんですけども、もうどうぞどうぞ出してくださいと。誰かが点決めればいいんだ、そういうですね、姿勢でチーム作りできたら、本当にスタッフはですね、働きやすいと思うんですね。そして3つ目、スタッフが育つ番組作りがあるんだっていうことですよね。この番組自体がですね、人を育てる、人が育つ、そういう番組作りがあるんだ、それをしたいんだってですね、そういう姿勢を持っている姿勢に大変感銘を受けました。ということでですね、今日のまとめなんですけども、このですね、仕事の報酬は何かということで、私はですね、新卒で入ったコンサルティング会社でこう教わりました。仕事の報酬は仕事ということですよね。コンサルティング会社でですね、いい仕事をすることによって、よりいい仕事をもらえるようになるっていうのがですね、これ若い頃からずっと教わってですね、本当にその通りだなと思うんですよ。だから今の仕事がですね、いい仕事だな、悪い仕事だな、今やりたい仕事か、やりたくない仕事か、それはどうすれば手に入るかというとですね、仕事で得るしかない。いい仕事をすることによって金銭的な報酬ではなく、自分のやりたい仕事が手に入ってくるというですね、この仕事の報酬は仕事というのを足立さんはですね、一貫してやってこられたと思うんですね。なので新しい形にチャレンジをしながら、チャレンジしたからこそ次のチャレンジが手に入るっていうですね、こういうキャリアを積んでるからこそ今ですね、演出家でもありプロデューサーもあるっていうですね、そういう状態をやってですね、数々の名番組に携わるっていうですね、そういうお仕事をしてこられたんだと思うんですね。そして、その結果ですね、育てる番組作りっていうですね、この領域にですね、今足立さんは踏み出そうとしているんですよね。人が育つ、そして、その育てようとする、先輩が後輩を育てる、親が子を育てる、そういうですね、遺伝子を作っていくような、そういう番組作りをですね、チャレンジされているということで、足立さんからですね、私は今日こういうことを学びました。皆さんはですね、仕事を通して
仕事を得るようなそういうお仕事をされてますでしょうか。そしてその番組作りを通して仕事を通して人が育つような仕事をしていますでしょうかということで、今回は対談でそんなことが手に入ったんじゃないかと思います。このチャンネルではですね、組織や悩む人を一人でも減らすことをテーマに、こういった対談ですとかチーム作りに対する発信をしていますので、よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それではまたお会いしましょう。